ご紹介するタオルを使ったストレッチはご自宅で手軽にできるメニューです。呼吸を止めないように気をつけて行いましょう。柔軟性に個人差があるので無理のない範囲で行います。タオルの長さは30センチ以上のものを準備してください。体の硬い方はスポーツタオルなど長めのタオルで調節してください。今週は脇腹のストレッチを行います。足を肩幅に開き、お腹に力を入れて背筋を伸ばしましょう。タオルを広げて持ちます。両腕をゆっくりと上に上げていきます。この時腰が後ろに反らないようにお腹に力を入れて行いましょう。そのままタオルを両手で引っ張り合います。息を吸って吐きながら上体をゆっくり横に倒しましょう。1、2、3、4、戻します。5、6、7、8、反対側も繰り返し行います。体を横に倒すときは反動をつけずにゆっくりと動かします。腰が反ってしまうと腰痛の原因になります。体を前に倒さないように真横に倒しましょう。下の手でタオルを引っ張るようにすると気持ちよく伸ばすことができます。強引に伸ばしすぎると怪我につながることもあるので、肩の力を抜いて無理のない範囲で行いましょう。このストレッチを行うことで腰回りの柔軟性が高まります。姿勢が良くなり代謝を上げる効果にもつながります。また脇腹部分を伸ばすことでお腹を引き締める効果も期待できます。いかがでしたか？タオルを使ったストレッチで体も心もリフレッシュしましょう。ぜひ時間を見つけて行ってみてください。